Hello everyone, I'm Rion. こんにちは、リオンです。今日はいつもと違う画角です。なぜかというと、今日はみんなと一緒にパッキングです。サムネを見てびっくりしちゃったかもしれないけど、私オーストラリアから最近嫌なことがありすぎて脱獄します。って言っても、1週間タイ旅行に行ってきます。Hey, feeling good, like I should. When in Turku, walk around the neighborhood. Feeling blessed. 大学で1週間だけ学期の半ばにお休みがあって、なんとタイに行ってきます。けど最近オーストラリアであった嫌なことをみんなに私は聞いてほしい。ということで、パッキングスタート。まず大学がね、大変すぎて、課題とかの量多すぎて、この間学校の帰りもう息が浅くなったもん。わかる？この呼吸が浅いみたいな、もう重症症状出ちゃって、それくらい大学が大変っていうのが一つと、ストレス抱えすぎてるので、お休み1週間でタイに避難します。ということで、タイは夏なので、今メルボルンは冬だけど、そう、冬も嫌だし、夏に逃げるという意味もあって、最近さ、日本が夏でさ、私のお友達がみんなさ、ストーリーにさ、夏祭りとか花火をポストしてんのね。でも私はこの極寒のメルボルンにいる中で、うわ、もう日本に帰りたいと思って、もうね、友達全員ミュートしようかなと思ったぐらい羨ましかった。でも海外に留学してる子あるあるで、もう日本のお祭りとか見ると本当に帰りたくなるよね。あと不幸なこと言っていい？私のネイルが折れたのね。ここちょっともっと近く、この人差し指こう折れて、私の本来の爪めっちゃちっちゃいじゃん。もう一人だけさ、なんかもう赤ちゃんみたいになってて本当に嫌だ。で、これも激なえでした。あとはこの間普通に寝転がってたら首もつりかけたし、てかさ、つるで思い出したけど、一番さ、人生でつって痛かったとこどこ？私はここのふくらはぎの裏を寝てる時に釣って、マジで死ぬかと思った。もう地獄、誰も助け呼べないし、一人でこうやって寝てもがきながらもう死んでたの。いや本当にね、ちょっとみんなコメント欄でどこが釣ったら一番痛いのか教えてほしい。そう、歯磨き忘れないで。最近あった嫌なことね、まだあるんだけど、何が嫌だったかっていうと、カフェでさ、普通に勉強してたのよ。で、フードメニューでチキンカツワッフルみたいな美味しいやつがあって、それ前から気になって初めて注文したの。注文して、で、食べててめっちゃ美味しかったので、半分ね、ちょっと残ったの。量多かったし、後で食べようって思ってウキウキして残してたのね。それかお持ち帰りしようかなと思って、ボックスとかくれるんだけど、オーストラリアって食べきれなかったので、そう、それくらいウキウキしてて美味しくて、もう味わっても少しずつ幸せをかみしめて食べてたの。で、そしたらオーストラリア人の店員さんが来て、私音楽聴いて、なんか言ってて、イヤホン外して何みたいな感じで言ったら、 Take away って聞こえて、あ、 Take away わざわざしてくれんだみたいな、わざわざその下げてお持ち帰り用のボックスにサンドイッチを移してくれるのかなと思って、あ、イエスみたいな感じで言ったら、なんか Are you sure? って言われて、え？みたいな、そんな確認するようなことでもないけど、うんみたいな感じで言ったら、そのまま捨てられて、多分ね、 Take it away って言ってて、もう本当にさ、しかもその店員さ、おかしいでしょ。まだまだあんのにさ、わざわざ声かけてきてさ、マジで萎えて、その時ポストしたストーリー、こちら。もう本当に悲しかったの、それが。最近あった悲しかったこと、悲しかったこと、くだらなすぎんと思うかもしれないけど、本当に悲しくて、
くらいかな、とりあえず悲しかったことは。てかこれサンダル可愛くない？オーストラリアのブランドで買ったんだけど、セールしてて4000円ぐらいで買ったからタイに入ってきます。何入れようかな？エコバッグとかも入れた方がいいかな？これね、可愛くない？あ、そうだ、あと水着も持ってこう。水着は重要だよ、タイでは。タイがマジで楽しみすぎる。こちらです。新しくさ、買いたかったんだけど、今金欠で買えないので、もう昔持ってたやつ、このオレンジの水着と、あとはもう一個ね、可愛いんだよこれ。伝わんないよね。今度着用画像貼っとくわ。貼っとくわってか、なんかにポストするわ。え、これビキニじゃなくて、こう全身のあるやつなんだけど、めっちゃ可愛くてお気に入り。伝わんないね。はい、西日は2着持って、そう、一緒に来るお友達もさ、マレーシアに留学してたはるかっていうお友達なんだけど、はるかともオーストラリアとマレーシア留学比べたりさ、いろいろ一緒に動画撮りたいなと思ってます。はい、行ったことないから本当に楽しみ。これは洗顔です。オルビスのやつで、すっごいよこの洗顔。ニキビに特化してる、集中してるやつなんだけど、めっちゃいい。私さ、オーストラリア来てからこっちめっちゃ乾燥してて、肌に多分水とかが合わなくて、来た1ヶ月後とかすっごい肌荒れしたの。その時の写真貼っとくね。これやばくない？もう今まで一番ニキビができたの。マジでびっくりした。本当に多分環境が合わなかった、最初肌が適応しなくて。でも1年半今住んで、1年ぐらい経ったらめっちゃ肌も落ち着きました。私も毎回日本に入るとめっちゃ肌綺麗になるの、お水とか乾燥具合とかで。だから日本にいる子超羨ましい。あと美容室とかもそうだしさ、日本にいても可愛くなれるよみんな。で、あと私最近の気づきをね、みんなに話したい。昨日さ、なっちゃんと恋話してて、私マジで気づいちゃったの。何かっていうとね、なんか恋愛さ、彼氏欲しいと思ってる時に彼氏作るの良くないってなんか言うじゃん。で、それがなんでかって考えたのね。まあ、みんなさ、スーパーマーケットとかでさ、お腹空いてる時に行くとさ、いらないものまですぐに買っちゃうじゃん。で、それと同じで、多分人間って彼氏欲しいとか思って飢えてる時に行くと、もう誰でもいいの。だからろくでもないやつが来ても行っちゃうのね、その人に。その人が好きというよりは、もうお腹が空いてたから適当に安いものを買っちゃったみたいな感覚で、もう自分の生活とかで満足してて、彼氏欲しいっていうマインドじゃない時に会うと、ちゃんとお腹いっぱいな状態でスーパーに行くと、質のいいものだけをさ買うじゃん。え、だから本当それと一緒で、彼氏欲しいとか思ってる時に真剣な出会いとかはね、ないと思う。あの、ろくでもないやつを引くと思う。から気をつけてみんな。そう、そういう気づきもね、ありますね。あと何持ってく、何を持ってけばいいのかちょっと分かんない。全然詰めてないじゃん。そういった夏服いろいろ持ってきた。とりあえず夏服を詰めていこう。見て、これオーストラリアの T シャツを持ってく。この T シャツお土産屋さんで買えるから買えな、オーストラリア来たらみんな。短めのトップスとして着てるの、子供用のサイズ6歳用ってこと？わかんないけど、ちょうどいい丈感でピチッとなって可愛いです。あとこれも持ってきましょう。こういう服、これはね、リサイクルショップで買って、学生割引も聞いて2ドル、もう150円ぐらいで買った。これもめっちゃ可愛い。これはよく私がさ、動画とかで出てくる服。今日持っていくザラで買ったやつ、なんかワンピースとかも本当は持ってきたいけどね、そういうのはないわ。ショートパンツ、久しぶりに見たこのショートパンツ。もうこっちは冬だからさ、夏久しぶりすぎて。あ、ベルトも忘れないように持っていかなきゃ。ベルト一緒、なんかハートも
かわいいベルト。これショートパンツ、日本にいた時に東京の古着屋さんで購入しました。これも持ってこうかな、ショートパンツ。どの服と着る、これ合わなくないか、普通のブレッド。まあでもね、持ってったことに越したことはない。これも持ってきます。おっと、パジャマにこのショーパンも持ってこう。これはね、私のお兄ちゃんがタイ旅行に行って時に買ってきた謎のアディダスパンツ。後ろにね、ポケットがあるの。謎ポケットじゃないこれ。ランニング用。7キロ意外に重いんだけど、あと化粧道具とかいろいろ入れるでしょ。結構重い。なんか心配になってきた、どうしよう。パソコンとかも持ってきたかったの。でもさ、せっかくのホリデーだからさ、 YouTube とかも本当はね、編集したくなくて。でもあげたいけど、編集もちゃんとしたいけど、でもホリデーをね、満喫したいっていう気持ちがあって、でもさ、パソコン持ってった方がいいよね。だって私も今すごいグループワークがあるの、学校で。で、誰かがさ、これやってとか、ホリデーしに行ってさ、対応できなかったらまずいから、そう、持ってかないとだよね、多分。でもさ、パソコンめっちゃ重いじゃん、7キロじゃん、もうどうしてよみたいな感じですよ。あと化粧落としとか、化粧落としね、でっかいやつしかないの。でも、まあ、化粧落としはワンちゃん現地で買えばいいからね。てかね、タイでしたいこともういっぱいあって、もう早くみんなにね、タイのね YouTube もねシェアしたいの。もう絶対楽しいから。で、それもあるんですけど、タイで私はアジアのコスメとかをめっちゃ買って帰ってきたい。オーストラリア高いから、アジアとかの国に行った時にまとめ買いして、美容室も多分行くよ。髪とかも染めたいもん。髪とか染めたり、マツパとかしたり、できるだけできることはタイでしていきたいです、今回の旅行で。サングラスとか持っていく。あ、これ。いただきました。あ、待って、じゃあ私が最近さ、いや待って、聴いてる曲紹介とかどうでもいいの。じゃあサングラスも持ってきます。ちょっとまだね、タイに行くまで実はあと3日ぐらいあるので、完全に準備ができないんですよ。化粧ポーチとかまだ入れれないから。けど、まあ、ある程度服とか入れて少し準備できたので良かったです。みんなチャンネル登録してくれて本当にありがとうね。自分でもびっくりしてる。みんなさ、なんかインスタグラムとかでも嬉しいコメントもらって、私はいつもスクリーンショットして、もう一日ハッピーでいるよ、みんなからのコメントのおかげで。本当にありがとう。もうちょっと土下座ありがとうございます。本当にありがとうね、いつも見てくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。ではみんな、タイに行った私のインスタグラムのストーリーとか楽しみにしててね。とりあえずオーストラリア脱獄してきます。こんなゆるい動画でごめん。みんな一緒にパッキングしてくれてありがとう。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 Bye, have a lovely day or night or morning or whatever. Bye.